または、卵管は、哺乳類や蝶類に存在する卵巣と子宮を結ぶ、管。イタリアの解剖学者にちなんでファロピウス管とも呼ばれる。蝶類では通常左側の実が発達して、右側のものは退化する。その構造から、卵管漏と卵管膨大部、卵管胸部に区別される。卵管漏とは、ロート状の構造をしており、卵巣からの卵細胞を収容する。 卵管膨大部は卵管ロートに続く太い管であり、精子と卵子が受精する場である。ここに到達した精子は数日間劣化せずに残留することが可能である。卵管胸部は卵管膨大部に続く細管であり、受精卵を子宮へ運ぶ。ほとんどの哺乳類は卵管胸部を通過するのに4から5日かかり、着床までの初期肺の発生の場となる。卵管棒大部と 卵管胸部は内輪層筋層と外重層筋層の収縮による全動運動によって生死の運搬を行う。卵管の壁は粘膜、筋層、小膜の酸層からなり、粘膜上皮は単層塩中上皮である。蝶類の油卵管は以下の部分に分かれる、爬虫類から進化した哺乳類では油卵管は卵管、子宮、膣へと進化しており、 受精卵は体外へ排出されずに子宮へ止まる。したがって哺乳類では油卵管とは言われない。ありがとうございます。